こんにちは、中吉学園校長中村です。今回はですね、 SDGs 学園カンボジアを学ぼうボリューム5ということで、カンボジアの孤児院についてもう一度学んでいきたいと思います。前回ね、前編ということで、カンボジアの孤児院を初めて訪れた時の様子とか、そしてその後カンボジアで僕たち中吉学園プロジェクトが孤児院で活動してきた内容を紹介していきました。まあね、いろんな理由があって親元を離れなきゃいけない、ただそれがかなり昔のその戦争というわけじゃなくなったよっていうところは、まあ、紹介できたかなと思うんだけども、まだまだいろんな問題はあるよね。でもこうしていろんな人が関わってね、 NGO だとか NPO だとかが協力したりサポートしていくことで、やっぱりその子供たちの未来というものがちょっと明るくなっていったんじゃないかな、まあ、そう感じてもらえたらすごく勉強になってなったのかなと思うんだけども、実はね、まあ前回の終わりであったように問題もまだまだいっぱいあるんだよね。で特に、俺たちが活動するカンボジアの中で今孤児院の問題がすごく大きくなっている。それは一体何なのか、今回は勉強していきましょう。それではレッツスタディ。でも少しずつ孤児院に行く回数は減っていった。実はカンボジアには今この孤児院をめぐる大きな問題があったりするのね。それは何かというとこちらです。孤児院ビジネス。これはね、今カンボジアの中ではめちゃくちゃ問題になっていることなんだけども、実際カンボジアの孤児の数というのはすごく減ってきているのね。まあこれはもう年々カンボジアに行くたびに思うんだけども、あそこの道路が舗装されたわとか、あそこにこんなショッピングセンターできたわとか、行くたびに田舎の方のとこですら少しずつね、経済的な変化が生まれてきてたりするし、首都プノンペンにはね、まあ、数年に一遍ぐらい、歴史の勉強するために行ったりするんだけども、行くたびにやっぱね、うわ、こんなでっかいビルできたんだって、もうこれ東京と同じじゃないってぐらいに発展してたりするの。去年行った時とかね、立体の道路できてたよ。トンネルとかができてたりとかするし、うわ、すごい、こんなの、俺だから10年前見てなかったけど、いやもうここまで来たんだっていうところで、まあカンボジアのね、経済力の発展にはすごく驚かされたりする。でその一方、これすごい、まあ事実があるんだけども、孤児の数は減ってるのに孤児院の数が増えているんだよ。どういうことって、だって孤児院ってもともと孤児がいるから、そのセーフティーネットとしてね、彼らを助けて学校を出させてね、社会に出していこうっていう、そういう施設でしょ。だから孤児が減ってきたら自然と孤児院だって減っていくかなって思うのに、孤児院の数が増えているという、まあ、その問題をちょっと説明していきましょう。カンボジアに行くときね、飛行機の中とかで、よく挟まっている注意書きがあるのね。あとは、アンコールワット周辺でもね、この注意書きはよく見るんだけども、まあ、この注意書きの中のここにちょっと注目。菓子やお金を子供たちに与えることはダメですよって書いてある。子供たちは物を買ったり、菓子やお金を与えることは彼らを学校に行かないようにし、請うことを助長してしまいます。もし子供たちを支援したいならば、認知された慈善団体への寄付をご検討くださいと。これさ、アンコールワット行ったらもうね、いっぱい子供たちがいて、ワンダラーって言って写真とか、あとはちっちゃいね、お土産とかを売り子さんとしてね、配って売ってたりするの。で、それがもちろん土日でね、学校休みだから行ってるって場合もあるんだけど、平日の昼間から全然いるのよ、普通に。で、まあ日本人だけじゃなくて多くの外国人は、まあこんなちっちゃい子供がね、ちょっとでも足しになるなってやっぱ買ってしまうのよ。だけど、それは政府がこうやって公式に禁止しているし、それをやることで子供を、まあ言い方悪いけど、出しに使う人たちっていうのがいるんだよね。特に、貧しい状況にあれば、もう背に腹は変えられない。その感覚もわかるんだけど、でも、それをやると、このカンボジアという国全体の発展はやっぱり滞ってしまうし、彼らがね、学校に行って、で、勉強して、その力で働いていくことの方が、
莫大な利益に、まあ、その家族にとってもね、なるんだよっていうところを、今国全体でね、教えていこうとしてたりするんだよね。そんな中、だから俺たちも、カンボジアの支援をね、ずっとしていく中で、個人に最初の頃は行ってたんだけども、で、そこにね、日本人連れて行って、個人の子たちとね、遊んだりする。で、日本人にとっても、カンボジアでね、個人の子たちが喜んでくれた。あ、俺たちがやったことに何か意味があるんだ。じゃあこれからも誰か人のために頑張ろうっていう、まあそういう優しい気持ちを育む勉強になったりとか。で、または、現地のね、個人の子たちも、日本人と遊んだとかさ、日本語教えてもらったとか、で、まあ、算数をね、定期的に教えてもらって、計算ができるようになって、まあ、そういう中から中学校入れたって子がいたりとか、効果はもちろん上げていたんだけども、でも、だんだんね、まあ、行ってる個人が、まあ、裕福になっていくのよ、やっぱり、リッチになっていくし。で、俺たち以外にもそういう個人を訪れる人たちはいっぱいいて、ただね、そこで、もう衝撃的な事件が起こったのね。俺たちね、仲良し学園プロジェクトは世界いろんな国でね、活動してるんだけども、俺たちはね、一切お金を払いません。いや、お金払いませんってなんかちょっと変な、別に食い逃げしてますよっていうわけじゃなくて、基本的に俺たちは授業をすることで、それがね、ありがたい、もしくはやってほしいというオファーを受けて授業をする、そういう活動をする団体なので、金銭っていうのは、まあ、ほとんど、ほぼゼロだね。お金を渡すという行為はしません。それがいいことになるっていうことがないのでね。いや、言われるよ。いろんなとこ行って活動してますってなって、ね、じゃあ、うちにもぜひって言った時に、うちにはこれが欲しいんだとか、ね、お金で欲しいんだとか、ここを直して欲しいんだって。だから、それも、やっぱり、この、活動あるあるっていうのかな、途上国あるあるっていうのかな、行けばね、全然こんなの、普通にあるよ。で、俺はそれを一切断っていくし、それが目的であればそれをする人が他にいるんだろうから、そっちに頼みなさいよって。俺たちは、まあ、授業を無償でやるよ。で、子供たちが喜ぶことはやるけど、お金は、まあ、ないしね。だって、お金ないもん。だ日本人みんなお金持ちって思ってるから、まあ、お金くれるし、まあ、実際くれてる人もいるんだろうけど、ね。だから、ないものはないんだから出せないよねっていう話ね。まあ、それでも、やっぱり、いやいや、お金なんかいいから、授業してくれよって、お前たちの授業が楽しくてさ、子供たちが喜んでくれるんだよって、そういうところにずっと通い続けてきたんだよね。だけど、このね、これ、だからやっぱ今でも正しかったと思うのは、ある時を境に、まあ、数年この個人でもね、授業をしながら回っていたんだけども、ある時、まあ、とある個人で、言われたの。これからちょっと個人に来て活動するにはお金をいただきます。これからちょっと個人に来て活動するにはお金をいただきます。え？って。まあもちろんそれ以降、だからもうそこには行かなくなったし、ね。ただそれは子供たちがお金をくれというわけでもちろんないのね。オーナーがね、その個人を経営している人たちが、ね、観光客、もしくは外国人が、このね、個人に来てもいいですよって、子供たちと遊んでくださいね。まあ、それこそチラシとか出していくし、現地のツアーガイドとか、トゥクトゥクで回ってる人たちも、個人に行きませんかって、いくらで連れてきますよって。まあ、そう言って、で、個人にはそのバッグでね、お金を渡したりとかする。まあ、中には個人がホテル化して個人に泊まれますみたいなところも出てきたりとか、もうすごい状況になってきたですね。だから果たしてそれがまあそのお金が子供たちに実際ね回って子供たちが大学行くためのお金になってるとかそういうのがあればいいんだけどもまあわからない。うん。全員が個人ビジネスにね手を染めてるとは思えないんだけどもでも逆に全員が子供たちのことを本当に考えてそのお金をね集めているとも思えなかったりするんだよね。だから今、これは本当に政府の中でもすごく問題になっていて、で特に、まあ俺たちもそうだけど、外国人が彼らに対して、やっていることが、実は問題の引き金になっていたりするという、すごく衝撃的な事実があるんだよね。
で、まあそういう中で、俺がね、最初に行った時から、ここはすごいなと思ったのが、これ。ここはね、アキラの地雷博物館といって、今ではもう一緒にね、友達として活動しているアキラという、まあ、アキラというカンボジア人の友達がいるんだけども、彼の地雷博物館にも孤児院があってね、そこにはこんなことが書いてあった。ここレリーフセンターというのは、まあ、孤児の子たちをね、預かって育てているところですよ、と書いてる。で、そのね、子供たちは、まあ、地雷で傷ついたりとか、手をね、失ってしまったり、足を失ってしまったり、ハンディキャップ持ったり、または親がいなくなった孤児、それから貧しくなってしまった孤児、そういう人たちがいますよ、と。で、その下にさ、ここはね、家であって、着るものだとか、食べ物だとか、それからね、お世話だとか、そういうことをする場所ですよって、そういう説明があるね。だからここは高校を出したりとかさ、中学高校まで行って、ちゃんと勉強させたり。で、その後大学に行きたい子は、援助しながら大学に行かせたりもしてますよって言ってるね。このさ、一番下、注目してるんだけど、ね、私たちは許可しません。何を？観光客が子供たちの家に入ること。これを見たときに、やっぱいろんなところの問題が一個に繋がったんだよね。カンボジアではさ、まあ、孤児院がいっぱいあって、孤児院はウェルカムしてくれて、で、一緒に遊んだり触れ合ったりすることができて、こっちはやっぱかわいそうだなって気持ちで何かしたいという気持ち。そして子供たちはそれをね、喜んで受け取ってくれる。まあ、こういう繋がりがね、あるんだけども、ね、そこにお金というものが最近やっぱ絡むようになってきて、ね、それをするなら、ね、孤児と遊びたいならお金を払いなさいという。なんかでもそれちょっと違くないってちょっと俺は思ってたので、だからもうそれが始まって以降、孤児院というのはほとんど行かなくなったね。まあだからお金が絡まない孤児院だったら全然行く。だから基本的に俺たちお金やっぱ払わないんだよ。そういう意味で。誰にもお金払わない。お金はないよ。だけど授業はできるよ。まあ、これが仲良し学園のポリシーであって、ね、海外、いろんな国でやってることなんだけども、俺たちにお金を目的としている人たちには、多分何もできることがないんだよね。別にそんなにね、お金が余ってるわけでもないし、ね。だって同じ、例えば1000円があったとしたら、1000円でなんか教材を買って、それを俺たちのスキルで授業にした方が、莫大な効果あるって俺たち思うもん。で、実際それをね、そうだねって言ってくれる人たちいっぱいいるもん。1000円そのままちょうだいって言われて、ね、その1000円で何ができるって。まあ、それこそ、ね、酒飲んで終わっちゃうっていうパターンもいっぱいあるの知ってるし。まあ、そう考えたら、やっぱりこの、アキラの、ね、個人のところに書いてあった、子供たちは見せ物ではないですっていう考え方は、ほんとその通りだなって思ったのね。だから実際、ね、最初にこの個人行った時、俺たちも入らなかった。もちろん、ポリシーを持ってやってる人たちに対して、ね、こっちが行きたいんだって気持ちを前向きに出して行かせてもらうってことはやっぱ失礼だと思うし、やっちゃいけないと思うしね。だけど、その後ね、何度も何度も活動続けていろんなね、日本人を連れてここで勉強を教えたり、地雷のことを教えたりしていくうちに、アキラと、まあ、ひょんなところでこうやって繋がって、実際、この個人でね、活動するようになったのよ。ね、あなたたちは何度もそうやって子供たちの教育のために活動してくれてるからって言って、で、じゃあぜひうちの個人のね、個人の子たちにも何かしてくれないって話になって、でね、そこで綿飴とかを作るようになったりして、まあ何度も何度もここに行ってね、いろんな勉強を教えたり、スポーツを教えたり、ここでそれこそ授業やったりって、まあそういう活動ができるようになってきたんだよね。だから、個人だから行ってみようっていう考え方は、間違ってるって思うよ。特にね、まあ、これも難しい問題なんだけども、こういういろんな海外で活動しようと思えば、時間とお金がある人たちしかできないんだよね。もしくは覚悟を決めた人たちかな。だから、もう、これもどこでもあるあるなんだけど、大学生か、もしくはリタイアした高齢者。この2社が海外にはめちゃくちゃ多い。だから、大学生は何回、一回来るけど、で、その時個人見て、まあ、それこそ映えるために写真撮って、それでもう2回、3回やっぱ来ないし、逆にね、リタイアされた方たちは現地に住んでとかやってたりするんだけども、まあ、
もともと自分たちがやってた仕事とは別にね、ただ日本人が住んでるという意味になってしまうので、その何か大きなことができたりするわけではないとか。だから本当難しいよね。もともとさ、個人があるの知ってて、個人で何かしたいと思っていく人たちはまだね、頭使って計画するからいいんだよ。けど観光客として来て、ね、こっちに個人ありますよ、かわいそうな子供たちいますよ、見に来ませんか、あ、じゃあここでなんか今できるかもって、もちろん人間だから、もう俺も思ったしね。で、そういう場合って、まあ、できることはやっぱお金を出すことしかないんだよね。だって道具も何も準備もしてなくて、準備してなくて来て何かできるなんて、そんな甘い世界じゃないし、まあそうなるとやっぱ何が必要かって、それはお金だよ。お金を個人に払えば個人のオーナーはそれで喜んで個人に合わせてくれるしね。逆にそこに仲介するまあトゥクトゥクのね、ドライバーの人たちだってマージン入ってお金儲かっていいねってなるし。だから問題は個人の子たちでね。まあそれこそ個人の子たちだって愛想よくしてお小遣いもらってって、それでもいいかもしれないけど、でもそれってさ、アンコールワットでその物売りしている子供たちと一緒じゃない？だってもっと勉強を教えたりね、教育の力で仕事を勝ち取っていった方が絶対いいって思うよ。だからそういう意味で政府もそれにはね、禁止してダメですよって言ったりするし、まあそういう風にね、世の中は動いてたりする。一人ぼっち感じる心があるのは、君が誰かと深く深くつながり合ってくため、不意にこぼれる熱く優しい涙が、いつか誰かの乾いた心潤す日が来るから、諦めずに行くんだ、貫く勇気を持て、限りある命を限りなく生きるために、愛の種を飛ばそう、できるだけ遠くまで、誰かの心に